本日はサンフレッチェ広島対ジュビロ岩手戦のホームゲームにゲストとして呼んでいただきまして、パフォーマンスをさせていただきました。本当に嬉しかった。サンフレッチェの試合をビスウィングで見るのは初めてでした。この前レジーナに行けたんですけど、サンフレはまだ行けてなかったの。行けてよかった。上から見てました試合も。ねえ、勝てて嬉しかった。そうなんですよ。そう、新スタジアム見て、この手44日ぶりだと思ったけど42日ぶりでした。実は広島、こんばんは。チャコもチャマも行きました。素敵なスタジアムでした。ありがとうございます。私を見に来てくださった方もいらっしゃるんでしょうか。ピースウィング気になってたけどまだ行けてなくて、みちが来るならちょっとこれがいいきっかけだ、行ってみようみたいな。スタジアムグルメは今日食べれなかったんだ。うん、かわいい。そうね、勝ち点嬉しい。チューがいっぱい、チャコ？チューがいっぱい届いてるよ。ここにいっぱいチューが、いやー、チュほら見て見て見て、チャコチュ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 、アイチュ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 チャコチューチャコチュー、あ、ごめん
ごめんね。ねえ。嫌だった。そう、柏選手も最後に出たし嬉しかった。ポテトとしてうちのチーズのり店ね、美味しいよね。私の注目選手加藤美月選手のこのここで飛ぶ、こう私の顔がボールだとして、これが足だとしたら、こうなんて言ったん、こう止めたところが良かった。好きってなりました。選手と近く食べれば、そうトラックって言うんだっけ。ジャム？ジャムおいで。こんばんは。この配信はちょっとだけ？ちょっとだけです。初めてサッカー見て感動した。あ、嬉しい。ね。つなぐ、そのサンフレットの出会いをつなぐきっかけになってたら嬉しいですし、逆に今日のパフォーマンスを見て応援し始めましたってコメントをインスタの方でいただいて嬉しかったです。ショートヘアだと丸が上がさないような近い。丸い？そう。今日結構なんかはじめましてじゃない、お久しぶりの方にね結構お会いしたんですよ。で私がさ、髪切ってから会う方が多かったのに、皆さん一瞬で分かってくださって、見てくださったのかな、もう切ってたことを知ってくださったのか分かんないけど、結構バッサリいったって思ってるんです、自分的にはね。なのに気づいてくださって、関係者の方々など嬉しかったね。そんなにバッサリしても分かってくれるんだって思ったね。うさぎかわいい。今日推しの選手が2ゴール。おピエロス選手惜しかったよね。2回ぐらいチャンスあったけどね、ハットトリック見たかったのね。でもすごく嬉しかったですね、あのガッツポーズを見れて。うさぎ、よいしょ。インスタのストーリー見ました。サーレパーマンスお疲れ様。ありがとうね、スプラッシュのみんなと踊れて嬉しかった。家族でいたらチャコはずっとお父さんのとこに行ったんですよ。お父さんが私がここでチャマチャコもさ映して配信するって言ったらさ2階に上がったんですけど、お父さんが上がった瞬間に私のとこに来た。チャコなんで悲しい。
ちゃん子の一番になりたい。ねえ、こんばんは。そう、千田社長さん、ハリチン広島の千田社長もなんかね、記事を見てくださってたらしくて、そう、私のかわいい記事を見てくださってたらしくて、もう嬉しかったですね。からずっとショートで行くの。どうだろう。うん。6月だ。ありがとうございます。サンチ君も気づいてくれたの。気づいてくれた。すぐ。今日でもフレッチがいっぱい。もうハートって。フレッチがいっぱいハートくれました。その赤い柄はズボン。そう、ちいちが買ってきてくれたタイパンツです。ダゾンでもハーフタイムの音だけ聞こえ、あ、音だけ聞こえたってね、なんかいっぱい見ました。ヨシーの誕生日メッセージいただきました。お、おめでとうございます。そうやそうや、ちゃこもうね、もうさよならです。ちゃんとちゃこと、何の記事、どの記事かはちょっと分かんないですけど、私がサンフレッチェについて語らせていただいたものを見てくださって出たらしくて、そう、何回かでも取材していただいたり書かせていただいたりしたから、どれのことなのかはちょっとそう分からないんですけど、ありがたい。そんな千田社長が見てくださってるなんてびっくりしましたね。え、眠たいね。読者でおすすめの紹介、そうしてました。今日なんかめっちゃメイクがいい感じなんですよ。そして卒業後も定期的にね、定期的に、この前したばっかりだからショールーム、またでもいつできるかわかんないですけどでベイベー遊んでないですよ最近はずっと稽古してまして、そう、やっぱね、私はインドア派よ。チョコは運動神経いいのかな。機敏ですよ。もうお菓子の袋の音が聞こえたらパッって動き出す、ね、
目がいつもじゃん。そうインラインって言うんだっけ、ここのさキワキワのさ引いてるんですよ。それがいいんですって。目が大きく見えるんですって。ワンちゃん眠そうね。眠たいね。だってポッカポカやもん体が。ねえ、やばい、いっぱいチューされてるよちゃんこ。ゼロに過ぎる。こんばんは。今日ふん。熱トーストまだ作ってない。チャコにもインライン言ってあげて。チャコ引かんくてもね、目がパッチリじゃんもんね。ほらパッチリなところを眠たいながらに見せようとしとる。ほらパッチリ。パッチリ。起こしちゃダメ、ごめんなさい。ワンコたちの毛が喉に入った気がする。こんばんは。髪を短くしたら髪の重さ変わりましたね、言うじゃないですか。なんかえ軽くなったみたいな、切った瞬間に。私はでもあんまり分かんなかったんですよね。ブルブルのチケット二次選考抽選受付申し込みも明日いっぱいで締め切り。あ、皆さん6月21日から6月30日は何をしてますか。本当におすすめです。特に私のエンディングライブがある日。こんばんは。東京に行きます。お、顎のせしてきた。ほらまた横顔が綺麗ですね。あなたかわいい。ほらよねえ、横もかわいいなんて。寝てるし。まあ今耐えちゃった。15分ぐらいには終わります。うちに会いに行く。お、ありがとう。時計に行きます。あのね、今回のね歌はね本当に今まで披露したことのないような。やばい、手に顎乗せしてくれたけん口まで見える。あー、びっくりした。チャコが睨んできた。ごめんね、大きい声出して。あら、9月21日から予定詰め詰めで。ほんと？全部？そうそうそう、27日の夜かいな。一人の日もなんですけど、二人や大人数でやる日ももちろんおすすめで、一人の日はあの曲と初めて歌う曲もあります。そう、一人の日、二人の日、セプトにね何回か来てくださってる方だったら知ってくださってるかもしれないんですけど、私はヒナっていう役で出演させていただくんですよ。でアポロっていう役のピコさんっていう方がいらっしゃって、その方と二人の予定のエンディングライブの日が2日あって、その日も
なんか違うことやるし、その1日目と2日目でもね、違う内容だし、両方を始めた歌曲あるし、おすすめです。どの曲、どの曲でしょうか。それはね、まだ言えないですけど。楽しみです。え、本当来てほしい。あのさ、今回本当にさ、私も私じゃないけど、ひなだけど、ひなっぽくもないんです。なんか、そう、なんて言ったらいいんですかね、優しい歌声じゃないかもしれない。いつも今まではどちらかといえば優しい歌声だったと思うんですよ、多分。本当に全て全て違うので、来てください、ぜひ。そう、盾もね、頑張ってるよ、頑張っ。でもね、初めてにしてはうまいって言われましたよ、盾。だから見に来てください。立てしたことないよ。あ、したことある、イモス。でも即席のやつだよね。サロコン見てロックあなと思ってか、それを言う。お、嬉しい。そう、どちらかといえばロック、もうロック、ロックひなです。ひなっぽくないとか、ひなっぽくないと相手に干渉しないのかな。内容がってわけじゃなくて、歌って感じですね。アフターエンディングライブとか、そう、来てほしい。本当に皆さん、何してますか。そう、STU のね、コンサート見に行きたかったんだけど、行けないんですよ。前提知識なしでもストーリー楽しめるかな。楽しめるのは楽しめるんですけど、やっぱりね、前作ってか前々作か、ヘイタリズムって作品を見てたら、より楽しいというか、よりより楽しいって感じですかね。でもそう、あの、見てないわーっていう方のための対策なども、対策っていうか、あの、なんて言ったらいいんですかね、見てないわーって、ヒッター見てないわーっていう方にも楽しんでいただけるようなこう取り組みを考えているので、多分きっとぜひ。ツアー毎回卒コンの映像流れてる。え、そうなの、なんの、やばいやばい、あー、怖い。さっきは左の横顔見せてくれたけど、次右の横顔まで見せてくれるなんて、かわいいね、耳の垂れ具合も。あー、ふん、伏し目がちなこのまつげの長さ、このまつげの長さ、ちら、はあ、かわいい。はい、体感やって。
みち空の日だけ忘れた。お、本当ですか。嬉しい。ちょっとね、今村美月ちゃん、やばすぎ。本当？かわいい。見て見て見て、このこの指先。夜は何食べたの？夜はね、お好み焼きにウニほうれんに牡蠣を食べました。やっぱ食べたくなるんだね。食べたくなるんじゃねえ。今日の9時から新曲 MV 公開。うん。ね、あのアーシャも順次披露みたいなされてましたね。可愛かったみんな。セプトの昔の DVD は買えると思います。多分わかんない。ちょっとね。あ、可愛い。可愛い。買えると思う。ショップがあると思うけどどうだろう。早朝スニーカー。ピンクと紫のスニーカーだったんですよ。次のキャプテンは話してるところ。え、じゃあ私も出演してるってこと？出演してるって、寝させてやって、ごめんなさい。新スタジアムはね、やっぱりいいとこですね。一回もう行ったことあったんですけど、今日改めて行ってとても良かったです。もうねえ、ちょうどのタイミングでなんか新スタジアムができたら、もうすぐ私はこう東京に行くって感じになっちゃったからさ、こうね、私が広島に住んでいる間に新スタジアムもっと行けってたらよかったなってとても思うぐらい素敵な場所。道きっかけでセプトに出会えたけど、ピカプのハイトーンは特にいいですね。いや、そうなんですよ。なんかすごいね、突き抜けたパワフルな歌声をされてる方なので、私もその突き抜けたパワフルさをで勝負したくて、だからいつもと歌い方が違うと思うので、みんなに聞いてほしいんじゃけど、あ、そう、ユニフォーム着て配信しようと思ってたのに、イヤモニ自分のやつ使ってた。そう、イヤモニ自分のやつ使わせてもらいました。嬉しい、ね、グリーンアリーナでも使って、ピースウィング広島でも使って、スペゼロでもいっぱい使ってて、かっこいい。私のね、イヤモニの歴史がどんどん刻まれて、うん、うちのイベントのおかげで初ピースウィング楽しめた。よかった、楽しかったですね。パワーボーカル道、そうそう、その歌い方用のボイトレとかしたの、したんですよ。もうボイトレしてからレックに行ったので、レックで本当にパワフルに歌えるようにやったから、そう、それもね、早く聞いてほしい。本当に作ってよかったね。そうなんです、2万5000人入ってたから見分けつかないぐらいのお客さんも、そう、私は今日っていうかもう昨日ですけど、2万5507名ぐらいの前で歌ってきたんよ。ジャコどう思う？ジャコ2万5507名ぐらいの前で歌ったことないでしょ。
くれない。ちゃま、ちゃま、ちゃまもさっきまでさここに来てくれとったんじゃけど。ね、ちゃんも、ああかわいい。お手手がポカポカやん。ここはリビングです。はあ、見て、こっちにいて、こっちに。顎、ああ。ちゃまくん、ちゃこちゃんの握手会だったら10万人くらい。ほんま？だってちゃこ握手会？お手かいよね。ちゃまってね、普段あんまり尻尾が上がらないんですけど、私が帰ってきた時にあ、もうめちゃめちゃ上がってたんですよ。ちゃまめっちゃ嬉しかったんじゃないかな。可愛かった。いやー、そのまま残ってますよ。噛みたいよ、うま。そんな一日でした。もう本当になんか広島ってやっぱあったかいですよね。広島大好き。ね。僕も今日道の駅で尻尾上がってました。尻尾上がってたね。ブンブン。東京冷たい。東京はもうあったかいんですけど、なんでですかね。広島なんででしょう。なんかでもやっぱ感じましたね。タクシーですごく違いを感じました。やっぱ広島のね、タクシーの運転手さんはめっちゃ喋ってくれるんじゃけど、東京はそんなに、そんなことないですね。広島は本当になんかもう、例えばね、マネージャーさんと私が会話してたらそこに入ってきてくれるんですよ。そう、東京はそんなことない。まあ、どっちがどうとかはないんですけど、どっちもねいいと思うんですけど、なんか広島って感じする。ここにいる。私はもう戻らなきゃいけないので。あ、チャコが降りた。チャマ、チャマってマミリのミネちゃんのこと名前同じ。そうなんです。たまたまなんですけど、なんですけど、なんですけど話しました。一緒ですねって。かわいいもんね。いいよ、来た。やっこ。ちゃま。ちゃま。ちゃま。
よしよしよし、邪魔邪魔、あーコロコロ持ってきてくれたのに帰っちゃった。美容院で話してほしいタイプ。いや私はね、あの予約するときにあの静かめでお願いしますみたいな方にチェックするタイプですね。そうなんです、また広島でお仕事ができるように本当に頑張りたいというか、どうやったら広島でできるでしょうか。広島にお勤めの、まあ、広島だけではなく持ちております。ちゃま一瞬来た。やっぱ地元って大事。ちゃまちゃま、あーちゃまちゃま、ふいふいふい、ちゃまちゃまちゅちゃまちゅ、あはよかった、ちゃまも皆さんに、難しそうだ、ちゃまも皆さんに見ていただけたということで、本日はここら辺で配信を終了したいと思います。お手、お座り、よっこいしょ、ちょうだいちょうだい、顎伏せ、ゴロンできます。うん、めでか、あー、はい、ということで皆様またお会いしましょう。ゲリラねえ、バイバイの挨拶しに行きたい。バイバイ、ペロー、かわいいね、それでは皆さんまた6月も
楽しんでいきましょう。これは5、楽しんでいきましょう。舞台お待ちしております。それでは誕生読みます。喧嘩し始めた。13位玉浦さん、12位ブルーさん、11位長谷川さん、10位黒助さん、9位ケンケンさん、8位ジェリーピーさん、7位ラスカルさん、6位ハリーの道楽さん、5位フーさん、4位セリアさん、3位エムケンさん、2位取り立て王子さん、して1位はキロリルンチジャン、瀬戸内のユウさんでした。ありがとうございます。それでは皆さん、またお会いしましょう。ありがとうございました。じゃねー、バイバイ。ちゃまちゃま、バイバイ。あ、なっかんさん、タワーありがとうございます。ありゃま、ちょっとじゃあこう、ありがとうございます。またねー。